こんにちは、ガチンコマッチョクラブの動画をご覧の皆様、速稼塾の久保でございます。こうしてね、毎日私のトレーニング動画をお送りするのもね、ずいぶん日課になってきました。短いトレーニングなんですけども、本当にね、数十秒とかもう1分もしたらね、ヘトヘトで一日中体が動かないぐらいのダメージがあります。で、今日はですね、新しく昨日から覚えたマウンテンクライムっていうのをちょっとやってみますけども、これね、ちょっとやってみてください。まずね、正しいフォームでするのにもう骨が折れます。腹にきます、背中にきます、全身きます。むちゃくちゃきついですけども、まあいつもね、モチベーション動画とか、あとガチムチ兄貴とのスパーリングのこの、ね、シーンをね、ミスター M さんがお届けしてくださるので、私もね、やめるわけにいかないですね。それではね、これからクライムマウンテン、むちゃくちゃきついんですけども、ちょっとやってみますね。この辺で行きましょうか。30回連続でやりましたけども、なんかフォームや注意点などございましたらよろしくお願いします。実はこのね、クライムマウンテンってやつは、たまたまテレビを見ていた時に、少年隊の東さんって人がね、あの人50歳なんですけども、なんか CM の中でこれと同じことやってたんですよ。あとね、それの他にこういうやつもやってましたね。ちょっとできるかどうかわかんないですけども、こうやって足の先をこういうやつ、やっぱね、少年隊すごいですよ。50歳になっても少年ですね。むちゃくちゃ体が動きます。私はもうこんな感じです。本当にね、15秒ぐらいクライムマウンテンを30回やっただけでもう今日はできません。でもね、これ毎日やっていくと、だいたいね、1分やってもはぁはぁ言わなくなるんですよ。体ができていくんですよね、きっとね。そこを目指して私も頑張っていこうかと思います。それでは明日もガチンコ。